では定例の会見を始めたいと思います。まず私の方から、今日GDP の速報値が発表されまして、昨年10月、12月の GDP の成長率が 0.6%、 年率で 2.2% と3期ぶりにプラスになったと報じられている問題についてコメントしたいと思います。今回の結果はですね、全体見ればそういうことになっているんですが、しかしながら個人消費はわずかしか伸びておらずですね、消費税増税による6月期の大幅な落ち込みをいまだにほとんど回復できていないことが特徴であります。そのためにですね、年間で見ますと1、3月期の消費税増税前の駆け込み需要を含めても民間最終支出が 1.2% のマイナス、家計最終消費支出は 1.3% のマイナスとなっております。年間通じてこの消費支出が 1.2%、 1.3% 落ち込んだというのは、実は消費税を 3% から 5% に引き上げた1998年、あるいはリーマンショックの後の2008年、2009年の落ち込みを上回るもので、この20年間で最大の落ち込みとなっております。GDP の6割、7割を占める個人消費が冷え込んだままでは、景気回復の本格化というのは望めない、景気悪化から転換できないということは明らかであります。しかも実質賃金は18ヶ月連続マイナスになっております。こういう今日の速報値を踏まえてもですね、大幅な賃上げをはじめ、個人所得を伸ばして個人消費を引き上げていくことが求められていると思います。私たちは安倍政権に対して消費税 10% 増税、これをストップすること、アベノミクスから暮らし第一の暮らし第一で経済を立て直す政策に転換すること、これを求めて奮闘したいと思います。私の方からは以上であります。はい、どうぞ。はい。今日総理が代表質問を通って、はい、個人の生活実態において格差が許容できないほど拡大しているという意識変化は確認できないというか答弁というか、こうした人の発言についていかがお考えでしょうか。ちょっと庶民感覚からずれすぎているなと思いますね。アベノミクスで、富裕層と大企業は株価の上昇で大儲けいたしました。年間100億円の所得が金融資産などを通じて、手にすることができる人が非常に増えている一方で、庶民はアベノミクスの円安政策による物価上昇、それから消費税の増税によって、実質賃金はずっと目減りし続けてますし、年金生活者も年金はずっと目減りし続けていますから、やっぱりこれ格差が広がってるっていうのは普通に暮らしている方々にとって、もう実感していることだと思いますね。それがそういう発言になるというのは、国民生活の実態から乖離した認識だと言わざるを得ないと思います。
よろしいですか。はい、では明日委員長が代表質問に立ちますので、またよろしくお願いします。ありがとうございました。